おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。ボラカイ島へ行く。今島で元気な人たちはこんなことをしています。フィリピンのマニラ、ラボラカイには彼を告げ、持続可能なライフスタイルと責任ある観光のための静かな避難所としてボラカイ島を受け入れてから5年が経ちました。島民の目的のある夏へのコミットメントを共有しているのはサンライフフィリピンズとその最新の健康キャンペーン、イールオブライフです。このキャンペーンはフィリピン人が健康を優先し、自分の条件で人生を送るためにより健康的なライフスタイルを追求するよう促すことを目的としています。実際サンライフは今年夏に全国でホイールオブライフのポップアップフェアを開催し、無料の健康リスク評価、栄養カウンセリング、糖尿病検査、メンタルヘルスチェックインを提供しました。ボラカイはその停車地の一つに選ばれ、島を再発見するのに最適な持続可能な夏のアクティビティを加えました。フェアでは参加者は健康に関する様々な講義やワークショップに参加したり、ウェルネスエキスパートに相談したりすることができました。また無料の健康診断やサンプル製品も提供されました。サンライフのウィールオブライフキャンペーンはフィリピン人が健康を優先し、より健康的なライフスタイルを送るための優れた方法です。このキャンペーンは島民や観光客の両方から好評を博しており、ボラカイ島をより健康的で持続可能な目的地にするのに役立っています。ボラカイ島への旅行を計画しているなら健康的なルートがあります。島と再会したり、魂の探求の旅に出かけたり、単にボラカイを愛する理由を増やしたりできます。朝はカキクランビーチでヨガのクラスを受講してください。朝の光の中でビーチでストレッチをするのはリラックスして一日を始めるのに最適な方法です。綺麗。午後はボラカイの多くのウォーキングトレイルの一つでハイキングをしてください。島には初心者から上級者まで様々なトレイルがあります。夕方にはビーチで星空観察をしてください。ボラカイは夜空がクリアで星がよく見えるため、星空観察に最適な場所です。これらはボラカイ島で健康的な時間を過ごすためのほんの一例です。島には他にもたくさんのアクティビティがありますので、探索して自分に合ったものを見つけてください。健康な体。ボラカイで起こったことは、ボラカイに泊まるのでしょうか。ボラカイの最高のものを体験してください。新鮮な魚介類、伝統的なヒロットマッサージ、セレニアンブルーの海とオレンジ色の空の壮大な景色を望むインフィニティプール、歩きやすく心地よい波の音が聞こえる柔らかい砂、パラセーリングはボラカイの穏やかな海を楽しむのに最適な方法です。わあ。サンライフはより楽しくカラフルなパラセーリングを提供するパラセールを島に配置しています。カティグのメッシュハンモックに横になり、太陽とあなたの悩みが地平線に消えるのを見てください。サンライフのパラセールを見つけるとギフト券を獲得するチャンスもあります。気分を明るくするために日光を浴び、全ての毒素やストレスを洗い流してください。ボラカイはナイトライフや飲み会だけではありません。時折ブティックリゾートでは天然ハーブ、花を使ってお茶を作る瞑想的な芸術をマスターできるクラスを提供しています。これらのステートメントはボラカイ島でリラックスしてリラックスできる方法について話している2人の会話に含めることができます。健康文化。ボラカイへの旅行を計画していますか。ボラカイはフィリピン人でも人気だよね。よく聞くね。この人気のリゾート島には美しいビーチ、明るい太陽、そしてリラックスした雰囲気だけではありません。また
豊かな歴史と文化を持つ場所でもあります。ボラカイの歴史を深く理解する方法の一つは、島の先住民であるアテイ族を訪れることです。アテイ族はフィリピン原住民のグループであり、ボラカイに何世紀も住んでいます。彼らは独特の文化と伝統を持つ人々であり、彼らの生活について学ぶことは興味深い経験になるでしょう。アテイビレッジはボラカイのマンオックマノック地区にあります。村は小さいですが、アテイ族の生活について学ぶのに最適な場所です。村には伝統的なアテイの家、工芸品店、そしてアテイ族の生活について学ぶことができる情報センターがあります。アテイビレッジを訪れるときは村人に敬意を払うことが重要です。彼らは観光客に慣れているので、恥ずかしがらずに彼らと交流してください。彼らはあなたに彼らの文化と伝統について話す喜びを持っているでしょう。ボラカイの歴史について学び、島の先住民についてもっと知りたい場合は、アテイビレッジへの訪問をお見逃しなく。可愛らしい子供たちが英語とアクラノン語りで歌を歌って迎えてくれるんだよ。このコミュニティにはアテイ族の家族が約50家族住んでいるんだけど、綺麗。村のリーダーのエルビラ・オリアモット修道女が若者たちを指導しているんだ。さあ、陸地ツアーを続けて、混雑していないホワイトビーチ以外のすべてのビーチやサンゴ礁を訪れて、この島の美しさに浸ってみよう。まずは西海岸に位置する絵のようなブラボグビーチから出発し、ウィリーズロックの近くにあるディニリドビーチへ向かおう。そして北へ進んでプカシェルビーチへ行こう。そこには残されたボラカイの森や絶滅の危機に瀕したキツネザルが生息しているんだよ。この生態系を守るために署名活動を行っている。エコ戦士たちの立場になってみよう。地元の人々と一緒に座って食事をしよう。砂の城を作る人々やツアーガイドの話を聞いて、島について新たな視点を得るんだよ。健康な環境。サンライフはまたマニラオートマットのプラスチックをボラカイに持ち込んで、地元の人々にプラスチックやその他の廃棄物を再利用して芸術作品を作る方法を教えました。制作されたいくつかの作品は D モールのリデザインディスプレイ展示会で展示され、購入することもできました。ボラカイでリフレッシュし、地元の人々と交流し、環境に気を配りましょう。内側から外側まで心地よく感じるので、美しい写真は自然に撮れるようになるはずです。ボラカイへの観光に最適な月は11月から4月までの間です。これは一般的にボラカイの天候が安定していて穏やかな気候であるためです。特に12月から2月は乾季であり、晴天が続き、海も穏やかでクリアな状態になります。ただし観光シーズンであるため、人々が多く訪れることに注意が必要です。その他の月でも訪れることはできますが、雨季の5月から10月までは雨や風が多く、海の状態も不安定なことがあります。したがって旅行を計画する際は乾季の月を選ぶことをお勧めします。以上となります。綺麗だったね。行ってみたいな。ボラカイは綺麗だよね。でもあそこ物価マニラに比べると高いのよね。そうなんだ。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしく。私のやる気の励みになり、続けることができます。よろしくお願いします。またチャンネル登録高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。大変嬉しく思っております。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。バイバイ。